旅ガールで、ご出演していただく三村さんです、はい、よろしくお願いします。三村さんは旅はよくされますか？はい、そうですね、なんか結構仕事絡みのことが多いんですけど、はい、なんかもはやパッキングの時間も10分ぐらいで済むくらい早いですね結構慣れてはきたのかなと思います。手際がいいというかどんな旅が好きですか？そうですね、はい、なんかこうどうしてもお仕事になっているとまず仕事が目的になっちゃうんですけど、こう空いてる1日にちょっと1個だけ行く場所決めて、あとは散策というか結構緩い部分が多いような旅が好きです。どっちかっていうとせかせかするよりもゆっくり、そうですね、ビリみたいな、この時間にあれってあれってあの時間に行かなきゃ、ここ行かなきゃとかなってると、なんかもはやバタバタしちゃって分からなくなっちゃうなと思ったので、なんか大体もう本当1個2個決めて、あとはまあ自由にしようよっていう感じの方が好きです、うん、ああいいですね。今まで行ったところで印象に残ったところとかありますか？なんかどうしても旅っていうとなんか美味しいものを期待してしまうんですけどその点において、ね、結構なんかこういいなって思ったのは福岡がよくって、あと京都も好きですけど、なんかその京都と福岡の似てるところって、あのその土地に住んでる人にいいですよねって言うと、いいでしょって返ってくるんですよね。なんかもう住んでる人がなんかこう自分たちの住んでる場所とか文化を誇りにしてるというか、そういうなんかこう住んでる人自体もそこを愛してるっていう、そのなんか空気がなんか良くて、そこにこうお邪魔して、ああいいなって思ったら美味しいなって思います。福岡行った時に美味しいものっていうのは、いやもういろいろ食べたんですけど、私がその CM でお世話になった方に、何か苦手なものあるっていうふうに聞かれて、いや何でも大丈夫なんですけど、強いて言えばちょっと脂身が苦手ですって言ったら、じゃあ脂身を好きにしてあげるって言って、いやいいですってちょっとあの本当に苦手なんで残してしまったら申し訳ないって言ったら、いや大丈夫ちょっとこの後行こうって言って、あのどこに行くのかと思ったら、そのタクシーでホテルに帰る道すがらの居酒屋さんみたいな、結構山道の中にあって、そこしかポツンと赤ちょうちんがなってるようなところに行って、え、何ここと思って、ちょっと待っててっつってバーって言って、こう両手に串を持って帰ってきたんですよ。何ですかって言ったら、いやこれは新鮮な皮をもうこれぐらいの焼いて焼いてちっちゃくした団子みたいになってるのに七味がつけてあるから食べてって言われて、食べたらものすごい美味しくて、またその福岡の人の素晴らしいのは、そこにあのちゃんと生のキャベツを一緒に持ってくるんですよね。素敵ですね、食べ合わせがすごくいい。食べることがみんな大好きなんですけど、でなんかその時も帰りにお土産もなんかそのこのお店のなんかおじさんと仲良くならないと絶対に出してくれない明太子とかも出してくれて、なんかそういうなんか食べ物に対してのなんか心意気となんかこうホスピタリティみたいなところがなんかすごい素敵だなと思って。なるほど、はい、また行きたいと。行きたいですね。やっぱりこう山と海があっても水が美味しいところっていうのはすごく、なんかこう生物的に癒される感じがします。なるほど、はい。松島は今回散歩していただきましたけれども、はい、初めてですか？いえ、あの修学旅行で来たことがあったんですけど、ただその時にあの結構こう班行動が多かったんですけど、なんかその班を分ける時にちょっといつもの仲良くしてるメンバーと違うメンバーだったので、なんかこうそっちに気を使ってしまって、あまりこう観光自体をゆっくり楽しんだ記憶がなくて、今回実はすごく楽しみにしてました。ああよかったです、はい、改めて来てみていかがですか？いやもうなんかその時の印象だと、なんかもう最後残り10分ぐらいしかなくて、お土産もろくろく選べずみたいな感じで、あまりこう印象に残ったことがなかったんですよ。なんかこんなにいいところだとは思わなかったというか、なんかこうどうしてもね結構分かりやすい観光名地でもあるんですけど、なんかその隠れた部分のいいところとか、そういう大人にならないと知れないこういうところとかを知ることができて、すっごい楽しかったなと思って。ああよかったです、ありがとうございます。こちらこそ。今行きたいところありますか？はい、今行きたいところ、ちょっと福岡の話をして近いんですけど、長崎に行ってみたくて、ちょっとあの役どころでちょっとキリスト教に絡んだ役をやることになったので、ちょっとなんかその辺りでなんかまあ聖地というか、結構歴史的にいろいろあったところなんですけど、なんかやっぱり長崎も出身の人がいて、どうですかって言うと、いいよ長崎はっていうふうに言うんで、あ、やっぱり私の好きそうな感じがまあなんかその出身者が愛している土地っていうので、ちょっと行ってみたいなって思ってます。なるほど、はい、歴史だったりとかそういうのにやっぱ興味はあったりとか。そうですね、で結構あの割と歴史の授業を受けると過ごしてしまった方で、なんかこう勉強したはずのことなのに知らないとかもあるので、それはなんかこう改めてこう生で見ると、なんかやっぱり入ってくる度合いが違うなって、教科書とは全然違うなっていうのがあるので、なんかその本当に土地土地に行ってそこでしか吸収できないこととか感覚っていうのがあると思うので、なんかそういうところをなんかこうまあ、自分のおじいちゃんがね、おばあちゃんがねとかいう話からこう地元の人から聞くのも好きですし、なんか生きた歴史だなと思って楽しいですね、なるほど。最後に一個だけ、はい、旅ガールメッセージお願いできますか？どうしよう、旅ガール、はい、なんかそのすごいキャッチーなタイトルだと思うんで
ですけど、なんか本当に旅っていうとなんかこう、うん、あまりなんか生き慣れてないとよし旅行くぞってなると腰がどうしても重くなっちゃうと思うんで、なんかこんな風にこうなんていうんですかね、気ままにというか、なんかちょっとあじゃあどっか行きたいからって言ってこうパッと取った冊子でなんかペロペロっとめくってじゃあここ行こうかっていう、なんかそういう気軽さでなんかこうもっと女の子が旅を楽しめるようなそういう時代が来てると思うので、うんうん、なんかそういう風に楽しんでもらえたらなと私も楽しみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもちょっとはい、まだ続きますけど、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。